モンゴルの伝統や文化などを紹介する祭り、ハワリンバヤルが練馬区で行われました。ハワリンバヤルとはモンゴル語で春祭りという意味です。モンゴルからの留学生やボランティアがモンゴルという国や文化、伝統などの魅力を紹介し、日本とモンゴルの交流を図るために毎年行っていて、今回で14回目となります。会場では羊を使った本場のモンゴル料理を楽しむことができます。また今日はモンゴル出身の横綱白鵬と鶴竜が訪れ、ボールツォグと呼ばれる小麦粉でできたモンゴルのお菓子を配るサプライズ、これには来場者も大喜びです。今日は楽しんでください。このほかモンゴル相撲大会も行われ、大いに盛り上がりました。この祭りは明日も開かれます。